外国人実習制度、日本改革党はやめる意味がある。つい最近ですけれども、ベトナム人、日越共生協会、ベトナム人のですね、実習生や留学生を支援する NPO 法人が発表したところによりますと、ベトナム人実習生年間5000人失踪しているそうであります。行方がわからなくなっている、その、地下に潜って不法滞在者になるということですよね。年間5000人の不法滞在者が増える、地下に潜った人間が増える。日本人としては怖くて仕方ありません。今はまだ野村の二階だの竹の子だの作物を盗んだり、羊や牛、豚を盗んで捕まっておりますけれども、そのうち毎年5000人ずつ地下に潜った外国人が出てきたら、そのうちもっと大きな犯罪をするのは間違いないことであります。外国人実習生を超低賃金でこぎつかないと潰れてしまうような将来はもうビジネスモデルとして破綻しておりますから、潰れてくれた方がいいと思います。外国人実習生をやめなさい。日本改革党は言っております。外国人実習生を続けて毎年毎年5000人は地下に潜っていたら日本が潰れてしまいます。大きな犯罪組織を作られてしまいます。農家が、日本人の雇えないような農家は日本人のためになっていないようですから、潰れてもらって構わないと思うんですけども、いかがでしょうか。それでもありがとうございます。それでも外国人実習制度をやめるべきだと思っております。